こんにちは、アルシです。この日はギリシャの家庭料理ムサカを自宅で作ってみました。じっくりじっくり時間をかけて作る料理なんだけど、いろんなアイデアをもらうことができたので皆さんにご紹介しながら、後半はこの料理をアレンジした献立レシピをご紹介しようと思います。ムサカは見た目や作り方はラザニアにすごく似ているんですけど、主食がね一切入っていなくって、野菜だけで作られているので野菜のラザニアとも言われています。あとはねスパイスを入れるのも特徴です。スパイスをねいろいろ使うと普段動画ではなかなか出てこないんだけど、意外と家には揃えてます。ミートソースに入れたスパイスはシナモンスティックとグローブ、あとカルダモンがあるとお家で好きなだけチャイラテを作ることができます。チャイラテが好きな方は買ってみてもいいかなと思うスパイスです。ムサカを作る時に気をつけたいポイントは水分。中に入れる食材やホワイトソース、ミートソースはねしっかり水分を飛ばすと上手に焼くことができます。しっかりね水分を飛ばすので実は結構時間がかかる料理です。ミートソースでも40分煮込みます。ホワイトソースはバターと小麦粉、牛乳をねたっぷり使って濃厚クリーミーホワイトソースを作ります。ホワイトソースはコンソメで味付けをすることが多いと思うんですが、このムサカのホワイトソースは塩とナツメグだけ。スパイスってちょっと異国感あって苦手だなっていう方も多いと思うんですけど、さっき説明したチャイラテとは違って料理にね、ちょっと入れることで上品感と高級感が増します。お店でこうやっぱり家庭料理とはちょっと違うなっていう美味しさに出会った時は意外とスパイスが入ってるかもしれません。おもてなし料理でこう家庭料理と差を出したいなっていう時とか、慣れれば普段使いにパッと使うことができるので、海外の家庭料理のレシピとかを参考にしながら学ぶと普段の料理でも応用して使うことができるなと思いました。この時期のナスはすごくね水分が多いので、しっかり塩で水分を出して、さらにキッチンペーパーで水気を拭き取ってからフライパンで両面こんがりするまで焼きます。で、固形のスパイスを使うとき、たまに取り出さなくてもいいよっていうレシピあるんですけど、個人の意見としては絶対にもう取り出してください。この料理に入ってるこの固形のスパイスを噛んだ時のもう絶望感、上品とか高級どころではない、もう全てがダイレクトに口の中に入ってくるので、ちょっと恐怖症になるぐらいのレベルのインパクトがあると思います。なのでこの固形のスパイスを使う時はねもうしっかりと取り出してください。ラザニアの要領でナスを挟みながらこうやって重ねていきます。間にはねたっぷりの粉チーズです。こうやってね焼くチーズはとろけるチーズを使う方が美味しいイメージがあったんだけど、もう粉チーズ本当に美味しかったです。サクサクに仕上がってチーズの香りもねしっかりあります。伸びるチーズだと食べる時にチーズに意識が行きがちなんだけど、粉チーズはホワイトソースを主役に引き立たせてくれるんです。グラタンでも何でもいいんですけど、一回粉チーズで焼き上げてみてください。ムサカっていうこの料理名はアラビア語で冷やしたという意味になります。本場では冷菜として冷やして食べることが多いみたいで、こんな感じでしっかり固まったケーキのような見た目で出てきます。日本では粗熱を取って温かいうちに食べるといったレシピが多いんですけど、日本人はねこう温かいものを好んで食べる文化なので、見た目はちょっと崩れちゃうんだけど、私も温かいうちに食べた方が美味しいに一票です。今回のレシピは本を参考にして作ったんですけど、ネットでも本格的なレシピがたくさん出ているので、作れそうなものを探してぜひトライしてみてください。いやうまっ。スパイスをねいろいろ入れたからもしかすると食べにくいんじゃないかなと思ったんですけど、こう言われてみたらほのかに感じるっていう程度で全然主張しないから、上品で高級な家庭料理というよりもお店の味に近いづくような気がします。ギリシャの家庭料理ムサカにアイデアをもらって、もっとヘルシーに時短に飽きっぽく安倍氏流に仕上げてみようと思います。本日の献立は長芋のムサカと長ネギのスープ、豚肉と玉ねぎのスプラキ、大根とイカのわさびドレッシングサラダです。まず長芋の和風ムサカから調理に入ろうと思うんですけど、この間作ったムサカよりも普段の、ね、食卓に取り入れやすいように時短でヘルシーに作ります。まずは三つ葉ですね。三つ葉はこの根元の部分を落とすんですけど、ちょっとね下の方結構傷んでたので今回は長めに切ります。
これをですね、結構細かく切っちゃってください。三つ葉はミートソースの中に入れます。スパイスの香りで上品な香りをプラスしようと思います。で、ムサカの方はみじん切りにします。玉ねぎは甘みの役割とかさ増しもしてくれるので、ひき肉よりも玉ねぎを多めに入れたミートソースがおすすめです。で、玉ねぎはあともう一個ですね、これは串に刺しやすいように串型切りにします。副菜のスプラギの食材です。こちらもね、ギリシャ料理です。串に豚肉とか野菜、あと魚とかをね刺して焼いた料理なんですけど、まあ、日本でいう焼き鳥みたいな感じです。トマト缶で作ったミートソースは今回生のトマトで作ります。トマト缶よりさっぱり仕上がります。トマト缶は余らす心配もないし、酸味も少ないので煮込み時間も短くて OK なんですよ。トマトを細かく切っておきます。次はこの長いナス、まずガクを取って3等分にの長さに切ります。縦3等分。ナスは肉厚で結構ね、たっぷり入れた方が美味しいと思ったので、今回はね、たくさん入れます。普通のナスの大きさだと3本から4本くらい、もうたっぷりと入れます。で、この塩でしっかりと水分を抜くっていうのもポイントです。長芋は皮付きのままで大丈夫なので、薄く切って一番下に敷いたじゃがいもの代わりをします。この料理ダイエット目的に作ってるわけじゃないんですけど、一応じゃがいもより長芋はカロリーが低いです。この長芋がホワイトソースの代わりになります。で、こっちはね、さすがに皮を剥いてください。バターたっぷりのね、ホワイトソースもすごく美味しかったんですけど、今回はあっさりヘルシーに、そして旬の野菜を使えるように、長芋のトロトロした食感を生かしてホワイトソースを作りたいと思います。長芋だけだとオーブンで焼いた時に固まりにくいので、卵を入れて焼き固まるようにします。ホワイトソースの代わりって言っても、まあ、見た目はホワイトではないんですけど、焼くとね、そんなに色は気にならないので大丈夫です。長ネギはスープに使います。長ネギを切ってるのに使っているのはダイソーのネギカッターです。白髪ネギが作れるものなんですけど、実際に使ってみると白髪ネギよりも少し太めのネギが出来上がります。結構存在感があるので、この太さがですね、ちょうどいろんな料理に使えて、この長ネギにキムチを和えるだけで一品になるし、サラダのトッピングとかでもね、美味しく仕上がります。美味しいドレッシングのサラダを付け合わせます。大根は生で食べるので、なるべく皮を厚く剥いて細切りにします。切った野菜からもどんどん盛り付けちゃってください。ブロッコリースプラウトはダイエットにいいと言われています。肝臓で行われる糖分とか脂肪の分解の働きを助けてくれるスルフォラファンっていうのがブロッコリーのね、7倍も含まれてると言われてるんです。ここから調理に入ります。まずはミートソースを作っていきます。玉ねぎは透き通るまで炒めてください。ムカサを作った時は牛肉を入れました。なんだけど今回はもうちょっとあっさり仕上げたかったので、豚ひき肉を使います。ちなみに本場はラム肉とかをね、使うことが多いみたいです。肉の色が変わったらトマトと三つ葉を入れて煮込みます。トマトの水分がなくなったらで大丈夫なので、弱火で約10分ほどで仕上がると思います。この間にナスを焼きます。塩を振っておいたので結構水分が出てきてると思います。なのでね、キッチンペーパーでしっかりと拭き取ってから焼いてください。触りすぎると水分が出てきて、こう焼き色がつきにくいので、なるべく触らず焼き色をつけます。中に入れる具材が全てできたので、ムサカと同じ要領で薄切りにした長芋の上に重ねていきます。まず一番下に長芋、ミートソース、ナス、粉チーズを2回繰り返したら、一番最後にホワイトソースの代わりになる長芋のとろろソースを乗せます。で、一番最後に粉チーズをかけるんですけど、粉チーズがダマになってると焼いた時にダマになっている部分に焼きムラができたので、固まっている粉チーズはしっかりと手でバラバラにして振りかけるとムラなく均一に焼くことができます。あとはこのままオーブンでじっくりと焼いていくだけです。
この間に副菜をすべて完成させちゃいます。豚肉と玉ねぎのスプラキです。本場の味付けはこうシンプルに塩やレモン、あとハーブなんかでするみたいなんですけど、今回は和食っていうことで献立にしっかり合うように和風に仕上げていきます。ロース肉ってね、結構パサつきやすいので、塩麹でしっかりとつけて柔らかく仕上げていこうと思います。使ったのは液体タイプの塩麹です。粒が入っている塩麹よりも焦げにくくって焼き物におすすめです。約5分くらい置いてしっかりと調味料になじませておきます。次は長ネギのスープです。オニオンスープからアイデアをもらって、長ネギでも同じ感じで作ると美味しくできるんじゃないかなと思って考えたレシピになります。バターが溶けてきたら長ネギを入れて、長ネギがしんなりとろっとするまで炒めます。こうねじっくりと炒めることで長ネギの甘みを引き出します。そしたらここに水を入れて沸騰させます。あとはもうコンソメで味をつければ完成です。スプラキの方もいい感じに使っていると思うので、こちらも焼いていきます。玉ねぎと肉の大きさがね結構違うので、肉が生焼けにならないようにしっかりと蓋をして蒸し焼きにしてください。蒸し焼きにしている間に手が空いたので、ここでサラダを仕上げちゃいます。もうこのドレッシング本当めちゃくちゃ美味しいドレッシングになります。ぜひもうこれ試してみてください。スプラキは一度蓋を開けて裏返します。酒を入れてさらに蒸し焼きにしてください。玉ねぎの色が透き通って、肉もねしっかり色が変わって表面焼き色がついたら完成です。あとは盛り付けていきます。ムサカはテーブルの上で分けるスタイルでいこうと思います。長芋のムサカはもうあっさりで罪悪感なく美味しく食べられちゃいます。ホワイトソースの代わりの長芋のとろろはふわとろで全体のまとめ役になっていて、新食感の料理になっていると思います。豚肉と玉ねぎのスプラギは塩麹の旨味がしっかりと染み込んでいて、とっても柔らかいです。長ネギのスープは時間をかけたオニオンスープに勝らないほどの美味しさになっていると思います。もうサラダはね、もうこのドレッシングをかけると無限にサラダを食べることができるので、ぜひやってみてください。食べ合わせのいい野菜たっぷりの献立になりました。ちょっと変わったレシピを取り入れたいなっていう日の献立にぜひお使いください。いただきます。オニオンスープの長ネギバージョン、うん、このサラダ美味しい。サラダドレッシング何が入ってるでしょう。わさび、うん、何かいいレシピあったら教えてくださいみたいな感じで来たの、リクエストが、うん、断水の時にいいレシピみたいなのを調べたわけ。湯煎調理っていうのがね、水がないのに湯煎、いやいや、そうそう、だよな今日撮影して編集する時に気づいた。待って、断水なのに思いっきし水使ってるわと思って。一応最小限で料理ができるよって言われたから、え、やっぱ気になる。これ何、そう、洗い物も少なくって、その野菜も洗わなきゃいけない。その洗った野菜で茹でられる。水を無駄にしてないんだよね。調理のさ、水だから油とかが浮いちゃうじゃん。なんか可能性があるじゃん。本当はそれが冷めてから、ね、これどう？天津ヤン。違う違う。天津ヤン。料理も。違う違う。天津ヤン。違う。ムカサを和風にアレンジしたの。この一番上にかかってるホワイトソースの見立てたやつなんだと思う。サバを。長芋、雑草が入ってます。お庭で蒸してきたみたいです。私本当頭の感じ悪くない？うん、悪いよね、うん、明日六本木クラス最終回。編集が1ミリも進まないんだけど私。もう悪くない。お盆に大分に帰って、真夏のカンカン照りで2日連続知らない街を歩いた。まず1日目は往復10キロ。実家観光スポットがたくさんあるから飽きないんだよね。ないよ1ミリもないよ。ごちそうさまでした。ねえYouTube の交換じゃ俺の英語遍歴について話そうか。中学校で英語に出会ったのはみんなと一緒だと思う。 ABCDEFG B 動詞から動詞をやりますね。 B 動詞は is, arm, are 過去形だと were, was
完結的なお酒。うん、もっとなんか30分ぐらい。ヒーラとプレイでサニーとタランプーのエースが、そこから私はもう迷子になりました。早くない？それだって初期の初期じゃない。そっから俺の英語人生はパニックに陥り、続きは、続きはまた高校以降の英語の内容については次回の動画でお会いしましょう。あ、語学取った？語学、語学取るんだよ。何取った？英語？アラビア語。なんで？さっきアラビア語が一番文字で古いんだよ。本当に？うん、アラビア語歴史と皆さん調べてください。そうそう、 ABCD みたいなこと言える？アラビア語で。うん、わーざんぎゃんわーわー。絶対嘘でしょ。本当にアラビア語？うん、英語。じゃあこの話、次の動画ですもんね。高校から、まあ、大学まで話そうかな。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイ。